前二日酔い、気持ち悪い。そうそう、これからね、今多分枠やってんじゃないかな、軍曹。これからですよ。画面真っ白ってどういうこと？あ、向かってる。オッケーオッケー。住所とか分かったかな？送ってなかったんだけど。あ、分かった。オッケー。オッケーオッケー。一応ね、11時に、まあ、待ち合わせ、あ、ちょっとなんか電波悪いな。11時に待ち合わせな、2時間あるかな、準備。でもちょっとまだ早すぎない？うん、そう、早くね。どんだけ1時間ついちゃうでしょ、多分。そう、軍曹ね、遅刻しない人なんだよな、あの人ね。結構ね、時間きっちり早めに来るタイプだよね。2時間かかんないな。まあ、渋滞とかね。渋滞とかはあれだったら、でも今日はなんか渋滞しなさそうだけどね。あ、もう。下道で来るって。今日デートよ、デート。横浜にね、デート行くんだけど、まあ、とあるね。場所の許可が下りたんで、ね、ちょっと軍曹を誘ってみたんだけどね。なかなか配信できないような場所が、できるということでね、今日は。パチンコ行かな、パチンコ。パチンコ行きませんよ。今日はもうね、完全に、この間のドラえもんみたいに、マネージャーがね、全部、許可取りは取っ、取ってくれたんでね。あ、軍曹からいらっしゃる。うん。今日はもうバッチグーですよ、バッチグー。ただね、祝日だからちょっと、なんか人多そうな感じだけど、ちょっと時間ずらして、行こうかなってね。ちょうどお昼時にぶつかるかな。ちょっとね、人多そうでね、祝日だしね、今日ね。どこ行くかはね、ちょっとね、邪魔されちゃうんでね。しかも最強のね、電話かけられる二人だから、ちょっと非公開ってことで、ね、着くまではね。うん。私たち二人は特に多いんでね、電話されるね。まあ、ギリギリまではちょっとね、内緒ということで。うん。誰も知らないかな、誰も。
昨日は飲んじゃったわ、結構また。ちょっと早晩は危険よね、飲みすぎね。すんごいだるいわ。また。だいたい木曜の朝はね、もうやばいよね、気持ち悪くて。いやでも飲むってわけじゃないけど、時間が長いからね。6時、いつも3時間だけしか働いてないけど、水曜日はほら6時間だからさ、やっぱ倍だと倍疲れるよね。何ですかこのコメントは。ぐんちゃんをいじめたらブロック入れるからね、今日ね。今日、私の枠でぐんちゃんの悪口書いてみたらブロック入れるからね、ぶち込むからね。そういう変なコメント、もうじゃんじゃん書いてください、じゃんじゃんね。じゃんじゃんいっちゃいましょう、じゃんじゃんね。そう、ぶち込み、ぶち込みって感じね。多分ね、軍曹の枠だとブロックされちゃうから、こっちに多分ね、今日来ると思うんだよね、かなりね。そんなお見通しですよ。もうチェックしてあるからさ、そんなのね。相当コメントがひどいのが来るとはね、もう予想してるんでね、今日は。おー、そうそう。さて、どうしよっかね。なんかメイクするのだるくなってきちゃった。すっぴんでよくね。今思ったけど、花粉だしさ。いやー、軍曹はほら、私のすっぴん知ってるしね。富士山登ったり、バンジー飛んだりとかね。メイクすんの？別にやれるわけじゃないからさ、エッチするわけじゃないかな。今日はね、ご飯系がメインになるんでね、今日行くとこはね。だから、ちょうどお昼時にぶつかって、まあ、2人でね、デートしながらご飯食べるっていう感じの配信になると思うんでね。デートだからメイクした方がいい。グーソーは昨日エステとか行った。気合入ってんね。気合ね。今日のためね、髪美容室行くって言ってたけど、気合入ってるわね。まあ私もちょうどね、髪の毛切ったし、この間ね、これ髪の毛切ってるし、短くね。なんか耳がおかしい。耳がなんつう、詰まる感じ。本当はね、彼氏とやりたかったんだけど、まあこの間ね、ひな祭りの日にいろいろあってね、まあ、配信つけてこういうのはもうやめましょうということにね、決めたんで、そう。で、誰かね、男性配信者でじゃあ一緒に行ける人って誰になるかなと思って、まあ、ちょうど軍曹帰ってきたし、ってね、話したいこともたくさんあるし、みたいな。
もともとはまあハチ君と行く予定だったんだけど、まあぐんちゃんにお願いしてね、ギャーって何、落ち武者だね。落ち武者がこの時代にタイムスリップしてくるわけないでしょ。ねえ、タイムマシンもまだできてないんだろうね、今んとこ。ベリーさんの、メイクしようかな、ちょっと迷うな。髪の毛もセットしなきゃいけないしな。どうしよう。じゃ、全す。やはり、ハッチくん昨日配信してた、また、いやね、なんか、手が動かない感じ、手が。手が進まないっつうかさ。もう11分経っちゃったんね。やるか。するか。裸でエプロンだったな。もうハッチの話はどうでもいいわ。今日は軍曹だからね。ハッチは知らない。何してるかもわかんないよ。知らない。ハッチ君のことは。休みだったらさ、私にちょっとね、連絡来るかなーと思ってたんだけど、あ、軍曹で、ね、化粧してほしいって言ってた。オッケーイ。オッケーイケーイ。わかりました。じゃあ、綺麗にしていきまーす。髪はね、一番最後に乾かすタイプなんね。髪の毛は。あのね、パンツはね、取り替えてない。一緒のパンツ。お風呂は一応入ったんだけどね。パンツは昨日のと一緒。まあ、軍曹だから大丈夫っしょ。別に脱ぐ必要ないしね。脱がないっしょ。あの、状況的に。なんで、昨日おしっこ漏らしてないもん、私。だから大丈夫かなって。二日はいけっかな、みたいな。今日も夜取り替えないでしょ？だ3日はいけんじゃないかな。皆さん。いや、祝日だしね、今日ね。祝日はあのパンツ取り替えないっていう主義だから。基本ね。お休みの日のまね。そういう法則あんねん、私ん中でね。いや、ノーパンだとね、ちょっとはみ出ちゃう。今日はね、あの新作のドレスを着てくから、ちょっと横からね、ペロリンチョしちゃうかもしれない。あの、おティンティンがね、ティンティンが。臭いでしょ、はみ出ちゃったの。暴れん坊将軍みたいになっちゃってさ。この間ね、土曜日のパーティー用にドレスを買ったんだけど、ちょっとね、急遽ね、パーティー行かないことになったんで、なんか今日来ます。ちょうどよかった。目の横に残ってるの、大丈夫。はい、初見さんいらっしゃい。男ですか女ですか、そういう定義で物を見てるんですか、そういう定義で。ね、じゃあなたはね、何なんですかっていう話になるでしょ、ね、あなたポテトチップスのコンソメ味ですか、そういう話になってくるでしょ。うん、そうね、人をね、男とかね、女とかでね、そう狭いね、あの考えで物事を捉えるのはやめた方がいいっすね。ほんとやめた方がいいよ。ね、塩味かコンソメ味かで、ね、決めた方がいいと思う。
何、軍曹がパンツ変えろっつって、でも軍曹も取り替えてるかどうか怪しいよね。私の指だと軍曹はパンツそのまんまだと思うよ。うん、お似合いお似合い。お似合いよ。うん、怪しいよね。パンツ、昨日どこ泊まったのかしらっつうのねえ。昨日、美容室の後は誰と一緒にいたのかしらって話になるでしょねえ。夜はどこに行ったのかしらって話になるじゃん。履き替えろって違うね、選択しないとね、ないのよ。だから今選択してさ、乾かないでしょ、どう考えても。選択しなきゃないのよ、パンツ。で、1枚あんだけど、それは、ちょっと、黄ばんでるんね。穴開いてるし。最近ね、パンツね、5枚ぐらいしかないんで。いや、ドライヤーで乾かそうじゃない。大丈夫だよ。ファブリーズかなんかやっとけば大丈夫、ファブリーズ。いや、大丈夫、私。だって今日、何の、誰？藤見ちゃん？藤見ちゃん、いないわ。じゃ、レンジでチンとかないよね。ねえ。ホットモットじゃないんだから。何の話してたんだっけ？パンツの、もうずーっとパンツの話、もう10分ぐらいパンツの話してない、もうやめて。今日はデートなんだが、久しぶりにね、ぐんちゃんと、ね、一日パンツの話になっちゃうでしょ？やだよ、せっかくのデートにね、ずっとパンツの話してんの。もっとおしゃれな話しましょうよ。ね。おしゃれな話。タピオカの話なの。タピオカで語ることなんて一言もないわ。つぶつぶって感じでしょ。軍曹、あのさ、最近ね、軍曹のお気に入りの動画があってね、あの去年の夏ぐらいなんだけど、自分家のさ、駐車場かなんかでね、あの日焼けをするっていうね、配信をしてたんだけど、ブーメランパンツでね、あれが一番好きなんだね、私。YouTube で見てもめっちゃ面白いよ。すんげえの、なんか AV 男優みたいな。それ見たことある？結構面白い動画あんだよ、あの人。あったでしょ？あとね、こないだ旅行行ってる時に、あの変なさ、キチガイみたいなさ、あの凸があってね、喧嘩になるやつとかさ、うん、なんか結構ね、神回っぽいのがいっぱいあるよ。あ、そうそうそう、愛媛かなんかで絡まれてね。そうなのよ。うん、愛媛なんか食べ物、あの食べ物屋さん入ってて、出るときになんか足が当たったとか当たんないとかね。うん、怖いよね。あ、愛媛じゃないからね、北九州かな、確か。なんで今日アングル違うの？メイクだから。もうね、新しい照明をね、導入したんですけどね、こちらこれね、スタジオっぽいでしょ。なんか一番綺麗にね、見れてると思うんだよね、私の肌がね。この照明効果ね。そうさ、闇スロってさ、あ、それもね、ちょっと今日話すけど、ぐんちゃんとね。
あ、そういうのちょっと攻めてほしい感じ、ぐんちゃんに今日はいろいろ普段聞けないことちょっと聞こうか。ねえ、ぐんさんね、なんつうのかな、本気で怒るときあるからね。ネタで話してても本気でね、イラつくことあるんで、ちょっと危険よね、覚悟を落とすにはね。面白い。そう。なんかちょっとネタで振るのもちょっとね、様子を見ながらね、振ってかないとね。奈々ちゃん、ご飯の後、本当はね、グンパチ TV に参加したいんだけど、どうなん、なんか最近、パチスロ配信してないよね、あの人ね。もう一週間ぐらいしてなくない？しなくなっちゃったよね。なんでなんだろう。してないしてない。だって昨日もしてない。一昨日もしてないでしょ。お休みをしてる。なんでだろう。お休みしてんだ、パチンコ。口紅をひげに塗るの楽しみ。そんなことしません。真面目なメイクなんだからね、そのバケモンみたいなね。今日は大人な女性っていうね、コンセプトがあるんでね、大人の女性が年下のね男性をデートに誘ったらどうなるかなっていうね、そういう配信がしたいのよね。大人の女性なんつうの、大人な感じの配信がね。ヒゲは剃りましたよ。大人の女性で、普段は男性からこうデート誘われる立場じゃん。でも今日はね、お姉さんがね、クソガキをエスコートするっていうね、そういうコンセプト。わかります？理解できます？いや、だってさ、あっちはね、28歳だからね、私35歳だからね、8つとか9つとか離れてんだな。ねえ、もう全然お子ちゃまですよ。もうさ、10ぐらい、違うんだからな。やっぱり。あ、26だっけ？あ、26だからちょうど、じゃあ10で、10。ちょうど10だよ。10個も離れてんだからさ、エスコートしないで、やっぱお姉さんが。まあ、見た目的にはね、ぐんちゃんは、そうだよね。私より年上に見えるかもしれない。一緒に、歩いてたね。一緒に歩いてたら、そうね。あっちの方が年上。考えもしっかりしてるしね。考えもね。ちょっと待って、もう30分経っちゃった。これ、まずくない？ちょっと、手も動かしましょう。口も動かしてね。ちょっとまずい。間に合わないかも。巻き巻きでいきましょう、巻き巻きで。おでこが広すぎだよと、何？顔のパーツの映えあるべと。じゃあよーく見せてあげるの。じっくり見ててちょうだい。私のおでこ。もうおでこしか映さないから、こうやってね。じゃあここでこうね。おでこしかね。
こういう風に見ててずーっとおでこ見ててね、こういう風に、はい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 、こうやってね、ずーっとおでこ見ててね、これで満足。満足しました。 OK、 OK ですか。エディアンド。でもさ、このなんか最近さ、洗顔と化粧水を変えたんだけど、もう絶好調、お肌絶好調って感じ。もう超ツルツル、もうカサカサとかなくなったね。カサカサが。あまり怒らない。いや怒ってる、内心怒ってるけど、そんなにブチギレっつうのないかな、配信してて。本当にムカついてたら私配信ブチって切っちゃうからね、もう今日やめまーすみたいな。なんか怒るだけ損ってことだよ。うん、昨日コレコレさんに化け物って言われてたな。似たようなもんじゃないの。似たようなもんでしょ、あっちも化け物みたいなもんじゃん。ねえ、スイキャスの化け物って言われてんじゃん。いや、そういう意味じゃないよ。スイキャス、スイキャスとか YouTube で、ねえ、化け物クラスでしょ。見た目とかじゃなくて、数字とかね、人を集めるとかな。今日のね、おデートの内容はね、ちょっとね、トップステークレットね。どこに行くかも、着くまではちょっとね、お話できないんだよ。皆さん。普段、ね、配信できないとこで配信できるようになったんで。今日はもう、ね、トップシークレットだ。レスの何初見さんいらっしゃる。あー、さなちゃん、ドンピージャッシュ。今日はおじさんがね、すべて費用を払うんでね、しこちゃんピースアレンスさんピース、もう全部おじさんなんで、ちょっとお金を下ろさないとダメな。5000円しかないです。ルシファーちゃん、スーちゃんピース、アイリンちゃんもドンピーチャス。いや、いつもね、あ、アイリンちゃんもありがとうございます。ドンピーチャス、目黒ちゃんもドンピーチャス、みこちゃんもピーン、ジャス。何の話してたっけ。あ、いつもはもうぐんちゃんに本当に金銭面的って言い方もいやらしいんだけど、いつもね、あの人はね、ご馳走してくれたりとかすごい気使ってくれるんだ。今日はもう私がエスコートピリカナちゃんピースジャス。だから今日はまあお礼みたいな感じでね、いつものお世話になってる。あ、星いもさんね、ドンピー、おなぴちょうちゃんもドンピー、ジャス。いや、本当はね、一緒にパチンコ配信したかったんだけどな、ちょっと難しいみたいでね。そう、パチンコデート配信やりたかったんだけど、最近そういうの難しいんでね、パチンコは。そう、ちょっとね。あ、チャイムちゃんもね、ドンピージャシ。そう、規制がね、いろいろと。りょうじさんもね、ドンピージャシ。軍曹の配信してる昔ね、なんだっけな、軍八 TV のゲストということでやらせてもらってたんだけど、
結局グンちゃんに迷惑かけちゃって、そのマルハン使ってたんだけどね、グンちゃんね、小岩のマルハンでやってたんだけど、そこに2回ぐらい行ったんだけどね。あ、ウニミちゃん、レベッカちゃん、ピー、ジャシ、千葉からありがとうございます。そうやってたんだけど、結局もう電話とかがすごくてね、結局お店の方も、お店の方もね、ちょっとね、やめてくださいって感じ。そこでできなくなっちゃったんだ、結局ね。あの配信がさ、マルハンの恋はね。それで、ね、やっぱりほら、ゲストとかだと電話とかすごいから、まあ一人でやるっつってね、そういうコラボとかであんまりやんないっつってさ。そう、それでこの間石川さん、多分去年やったのが最後じゃない、あの パチンココラボ、多分ね、ね、追加するやってたでしょ、石川さんと。あれが多分最後になると思うんだよね。カメラなんで横向いてんの、うん、気まぐれ。あ、難しいのよ。いや、この間もほら、北海道かなんかね、ね、打てなくなっちゃったでしょ、うん、なんか怒られて、文章かなんかでね。大変よね。まあ、メインは、する、なんていうの、ギャンブル配信者っていうかさ、メインはそうでしょ、見てんのみんな。ね。話聞いてる、あんまり軍曹の話興味ないかな。話聞いてます？聞いてなかったじゃないし、もう見んじゃねえよ。何を見てたの今。私の顔をじーっと見てんのかな。ねえ。もう一回は話さないよ。大塚愛じゃないんだから。ね、おねだりしてもダメですよ、こうやってね。おねだりタイムはダメですよ。おねだりと涙はもう特別な時にね、あの発動させなきゃ、女はね。あ、気持ち悪い。どうしよう。具合悪くなってきちゃった。水とりあえず飲もうか。今日ね、なんか暖かくなるみたいに、また19度とか20度ぐらいになるんだって、お昼ね。うん、なんか洋服もなんかちょっと、雨はね、降ってたんだけど止んだって感じか。こっちは降ってないね、今んとこね。今んとこ降ってないかな。広島22度、すごいね。昨日も暑かったもんね。今年は夏、暑くなりそうだね。お待ちください。よいしょ。お横浜、まあ今日はね、湿、危ない危ない、騙されるとこだったわ。行っちゃうとこだったわ。危ない危ない危ない。ダメよ。そういうね、トラップには引っかかんないからね。そうやって細かいとこから今ね、トラップを仕掛けようとするね、悪い子たちがいるから。
騙されませんよ。ギリギリまで言わないからね。危ない危ない。お口チャックしないとね。下のチャックを開けてもいいか、じーっとね、じーっと開けてふいってすって出してもいいけどね、お口はチャックを閉じてないと。ダメよ。騙されませんよ、そういうね、闇の勢力に。今日は闇の勢力はたくさんね、紛れ込んでくるから、いろんなとこからね、落とし入れようと。あのね、すごい話があって、それ後で軍曹に話そうかなと思ったんだけど、我慢できないから話しちゃうけど、私ね、昨日リスナーさんが遊びに来たんだけどね、去年なかなかね、子供ができなくてって言ってね、お店で泣きながら話聞いててね、じゃあ私よくね、あのお腹に手を置くと子供できるって言われるから頑張ってって言って、お腹に手を置いたの。そしたら昨日ね、あのリップ何番、リップ2985。それね、昨日ね、お店に来て、奈々ちゃん報告があるのって、4ヶ月目なのって。すごくない？すごいっしょ。ありがとう、つってね。私ね、これね、10人目ぐらいね。10人目、不妊治療とかさ、なかなかできない人10人に審査してんの。私の手かな、おざめ、おたまじゃくしが出ちゃってるのかしらみたいな、お手ってからね。私の子供の可能性高いよね。おじさんの子供かもね、もしかしたらね。リップ何番だから、2853番。タモリさんはあんだ、そうそう、タモリさんもそういうタイプなんだってね。うん、タモさんもそうなんだって。いや、番号は合ってるよ。あー、なんか、あー、胃がおかしい。胃が戻ったに入ったり戻ったに入って、どんぶらこどんぶらこどんぶらどんぶらって、こうなんかシーソーゲームみたいになって、今胃の中が。妊娠はしてないです私、ただのデブ、デブでオカマって最強じゃない？なかなかいないでしょデブのオカマって。マツコさんぐらいでしょ、だいたいオカマ業界もデブの方が強いね。あの、デブのカマって強そうでしょ。誰？ふじみちゃん。いなかったわ。もうね、どんどん取り入れていくスタイルなんで、足パクっても取り入れるんでな、いいもの。もうパクリのプロだからさ。ちょっと待ってね、時間ちょっとまずいな。あと1時間じゃん。間に合うかな。1時間20分ちょっとタバコ吸って落ち着かせよう。なんかさ、みんな軍曹にあんま興味ない感じ。軍曹どうなの？
結構いろんな意見はあると思いますけど、でもね今ねお店とかにもめっちゃ軍曹さんリスナーがね来てくれるのよ。で奈々ちゃんのファンで軍曹のファン両方ファンですよっていう方がね今ねすんごいお店に来てるの。今年入ってからもうほぼそうほとんどそうって感じ。お店の方も助かってるし、結構ね軍曹話で盛り上がったりとかね、どっちでもいいなって感じ。だって去年ほらバンジージャンプ私一緒に飛んだんだけど、ぐんちゃんとね、去年ねあの竜なんとか大橋っていうところでね、あれからこうなんつうのかな世界観が変わったしさ、私もね、やっぱり去年の結構大きい出来事であったんだよな、死んだからね。大きな。大イベントって感じで。エビさんとの配信、エビさんなんか、今日朝送ったんだけど、大丈夫かね？本当にやるのかな、今日。一応ね、朝ね、送っといたんだけど、エビさんにはね。エビさん配信してないのここ2日3日ぐらいね。あ、体調崩してたの？じゃあやめましょうよ。足もあんまり体調良くないね。エビさんやめましょう今日。いやいや、体調悪いんだったらやめようよ。体調万全でやっぱりね、準備万端、体調万全。お仏壇は長谷川って感じでね、こういう感じの方がいいっしょ。もう念には念をってね、ダメよ体調悪いのは。逆に危ない、あんな体調悪くて暗いとこ行っちゃったな、なんか事故とか起こりそうで怖いよね。今日のために配信休んでんの？嘘でしょ？それ本当？あ、今日のために休んでくれてんの？一日私のために？あ、念入りにしてる？あ、ツイートしてんな。分かった分かった。じゃあ、そうね。万全を期してるのね。オッケー。今日はねちょっとね暗めのとこ、あ、危ない危ない、闇の勢力にまた騙されるところだった。なぜよ、言えない内緒のお話ね、闇の勢力に騙されるとそうやって聞き出すんだから。なぜね今日の化粧が濃いかっていうのはね後でわかると思うからそうやってね、ダメ、トラップに引っかかんないからね。お口が滑っちゃうところだったわ。もう危ない、本当に。おじゃんなっちゃうんだよ、全部今これ言ったらね。一応許可は取ってあるんですけど、今言ったらもう全部パーになっちゃうんだ、今日一日ね。危ない。危ねえや。前言ってた？ちょ、ゆりちゃん、そういうさ、そういうトラップもやめて。言ってないかな、私前ね。言ってないよ。前言ってないな。え、軍曹行ったの？内緒にしてっつったの、行ったの？
もう 2週間前、3週前から、ね、準備してんだけど、今日のために。行っちゃったんだ、もう。もう無理かな。セックス配信に変えるしかないかな、もうね。第2案に移行するしかないな。これ1案はもう無理だね。やべえな。闇の勢力は強いね、今日はね。一致団結してんじゃないですか、うちの勢力と、ぐんちゃん勢力とね、今重なってる感じだよね。あ、ぐんそう言ってない。あ、そう嘘つくの言ってるとか。それさ、舐めてんの、はっきり言って、そういう風に。今日はね、いつもとは違ってね、邪魔する人はもうガンガンね、ブロるんでね。ブロリー。うん、今日は、本気だから、マジで本気だからね。聞くもん？聞くもんってね、ケツの穴。うん、今日は本気だからもう気合入ってるからね、マジね。いやーちょっと髪の毛やっちゃおっかなー。髪の毛今からね、髪の毛もセットする。あと1時間でちょっともう準備しないと。ドライヤー芸が見たい。髪の毛短くなったからできるかな。どうだろうね、できるかな。いや、乾かすのね、めっちゃ楽になった。短くなってね、すんげーね、楽になったね。いいよ、普通にドライヤーかければ。ちょっと今日は長いんでね、いいよ。女子プロ感って何？いいよ、好きなだけ言ってね。でもね、昨日ね、お店にリスナーさん来た時にね、一発目に笑われたからね。とか言ってね。奈良ちゃん、とか言って。私の髪の毛を見てね、笑いやがった。張り倒そうかと思ったよね。だまだ慣れて、見慣れてないんじゃないっていうね、ことは言ったんだけど。多分、皆さんも多分慣れてないんだと思うよ、私のショートにね。ただ、10年ぶりぐらいにほら、ね、短くしたんでね。おでこはほら前髪でごまかせる、今日も。でもね、ここぐらいまで、ね、この間のいつも通りの長さに戻るまで5年ぐらい私かかるからね。5年分をこの間ね、たかが1時間のためにね、たかが1つの方、そのために切っちゃったの。咳払い？咳払いが聞こえたって何？聞こえた？まあどうでもいいや。誰もいないよ、誰もいない。外の音でね、外の音結構拾うからね、外の声とかも入るときある。低い声。いや、まだ心霊配信じゃないか、今日は。ドキドキデート配信がまだ早いよ。そういうこと言うの。
今心霊配信中じゃないからね。ちょっと待ってね。これにしようかな。軍曹も一緒に死んで話を。あー、でもどうなんだろうな。それはちょっと海老蔵さんに聞いてみないとわかんないな。ね。ちょっとごめんね、カメラダメだわ。またカメラダメだよ。動かせないよカメラ。固まっちゃうわ。一回髪溶かして、ちょっと待って。
声聞こえてないの。家出る前が疲れたよ。前髪癖ついてない。いや、今からセットするよ。セットするけど、おしゃれにね。今からセットしてきます、セットね。できる女スタイルでね、できる女スタイルにちょっとね変わっていきますよ。あ、ポクコちゃんね、お茶箱ありがとうございます。ドンピージャッシュ、リーチャもありがとうございます。ドンピージャッシュ、やばい、ちょっと間に合わないかも。もう10時だよ、あと1時間。コウヘイくんもありがとうございます。ミューチャもドンピージャッシュ。いや、座敷わらしない。ちょっともう早めに準備するよ、ちょっとね間に合うようにね。だから今こういう感じだけどね、今この乾いた状態で、こっから10時です。ショートヘアのセットの仕方っていうのはね、まあ2段階ぐらいで分けて、あ、ありがとうございます。ドンピージャッシュ、こうね2段階に分けてね、こう巻けばいいんだよ。グミちゃん、なっちゃん、ドンピージャッシュ。こういう風に巻いていきます。くるっとね、こういう感じ。まっすぐだとやっぱ、バッサーだから、こっちに、内巻き、内巻き。前髪はまあ普通でいいよ、普通で。普通でね。前髪は、長さ合わせてあるんで。うん？洋服は今日ドレスを用意してあるんでね。素敵なドレスを。で、本当は土曜日にパーティー用のドレスとしてね、買ったんだけど、まあ、今日か、使うって感じ？おデート用にね。今日やめよっかな。そういうふうにね。
休みなのにバカじゃねえの。もうやめまーす。お疲れ様でーす。今日やめまーす。さよなら。さよなら。また明日。ドタキャン、ドタキャンもいいところだよね。バックレって言うんだよ、そんな。バックレ。こういうこと、こういうこと。こういう風にね。こう、ほら。わかる？こういうことですよ、ね。こう。ね。こうすると、顔がちっちゃくね、見えるでしょ？この、ここが結構バラバラしてるかな。こういうふうにね、こうやってこういう感じね。でもガタガタ、まあしゃあないね。自分で切ったからしょうがないね。ここら辺はね、あー、この内巻きでごまかすって感じだね。ごまかしごまかしで、でも男性に見えるのは何？それはね、それはね、当たり前ですね。これで女性に見えたらね、ちょっと病院をおすすめしますね。病院行った方がいいんじゃないですか？ねえ。前よりおじさん感ました。それは仕上がりを見てくださいね。今この段階で、うんちゃらかんちゃら言ってもね、しょうがないね。仕上がり、完成を見て、どうなるか。完成を見てちょうだい。顔周りを後ろに流そう。どういうこと？こういうこと？前下がりの逆バージョン、後ろ下がり、わかんない。どっちなの？もうさ、そうやってさ、ガチャ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 文句言うけど、私の方が綺麗だから皆さんよりね。ねえ。こうやって言うの、そういう気持ちね、わかるけど、ねえ、眩しく見えちゃってると思うんだけど、ねえ、どう転んでも私よりね、綺麗な女性っていうのね、この世の中にはいないんだな。ねえ。そうでしょ。そういう妬み嫉妬やきもちはもう十分伝わったからさ、そういうふうにね。でもやっぱり横流した方がいいね、こうね。こういう感じでもいいかもね。難しいね、ショートヘアのセットってね。何時からデート？ 11 時約束してる。あと10分早くね？ちょっと待って。ちょっと待って、11時に待ち合わせ早すぎだよね。じゃあそのまま上がってきちゃって、つって。お家に上がってきちゃっても。待たせんのも悪いよね。いや、道が今日混んでなかったんだろうね、多分ね。渋滞が少なかったんだろう。多分。いつもだったらもっとかかると思うけどね。お
毎週セット本どう？うん、ゆっくり準備してって言ってた？本当にゆっくり10時間ぐらいかけて準備していいかなじゃんね、10時間ぐらいかけてね、うん、ゆっくりってそういうことで、相当ゆっくりしていいかな、牛歩作戦じゃないけど、うん、なかなか出てこねえよモンジュリーみたいな。そのまんま新年配信に移行するっていうね、うん、終わった後が見たい。でもこっち側ねちょっと難しいんで、こっち側が、あっ、こっち側ね逆向きになんでね、こうね、こうふりゃくるっとさせられた。うわぁ、もうやんなっちゃう。お化粧しなきゃよかった、お風呂も入んなきゃよかった。昨日のねあのセットが一番ね綺麗だったのよ。昨日は完璧にできたんだけどね、そのまんま行けばよかったわ。コンビニで暇つぶしてる？ちょっと早すぎない？ちょっと待ってよ。なになに、暇、なんだって暇と、いろいろ軍曹もすることあるって言ってんの、わかんねえ。どこと？何の話？やることがあるっつってる？あ、オッケー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 。いや、女をさ待たせないようにねするっていうの素敵よね。うん、素敵だと思うわぐんちゃんね、遅刻してくるね男も いる世の中多いよ。やっぱ遅刻はねしちゃダメよね男はね。そうですよ、おい、うちの彼氏なんかねもう毎回遅刻だよ。もうねそれでこの間逆ギレされたんだ。おいよ、毎回お遅刻さんだからね。でも私もね待ち合わせの時とかはやっぱり10分とか15分前には着くようにしてね。あまり1時間とかだとちょっとね逆に迷惑になっちゃうけど、まあ余裕持ってね10分前とか5分前とかね。で時間ぴったりに行くみたいな、うん、待ち合わせの時とかね早めには行くんだけど時間ぴったりに行くみたいな感じ。結局どっかで暇つぶしてみたいな。いやーもう髪の毛切んなきゃよかった、今更だけど最悪。開けてくるわ、この髪の毛も。いや、色っぽいのか、なんなのか、もうすごい。これで男子トイレ入れんのかな？今思ったけど。通報されない？これ。この長さ。女らしさはね、髪の毛だったんだけどな、私の中でね。似合ってる？いや似合ってるとか似合ってるじゃなくてトイレの問題、トイレ。
女子トイレに入るかどうかね、これね。すっぴんだとちょっと危なそうじゃない？すっぴんで髪の毛束ねてたりとかしたらもう男にしか見えないでしょ。痩せれば入れるって。男子トイレは入んないもんだって。緊急事態じゃないとき。あと共有のトイレがないとことかあるじゃん。未だにさ。障害者用というかさ。あちくんとどうなったの？別れた。その障害者用のトイレがないとき一番困るよね。さあどっちでしょうね。皆さん前もそう言って奈々ちゃんに裏切られた、嘘つきとか言ってね、ごっそりリスナーさんいなくなったけどね。そう、大事なことはね、もう配信上では言わないんでね。どっちでもいいでしょ。そんなん付き合ってる方が別れてようが最初から付き合ってないと思う。もうハチ君は関係ないからね、今ね。今は軍曹ですよ、今日は。ハッチ君はいないでしょ？ハッチ先生は。今日は軍曹とデートなんだ。ハッチ君とデートでないんでね。わかる？あー、やっぱなんかこれがやだー。なんか汚く見えるよね。関係ないけどなーちゃんを話題出してる。私が話す分にはいいしよ。私が話す分にはね。これは多分ボブになると思うけど、今日は私がね、軍曹をお誘いしたんで、すべてのね、配信にかかるお金は全部私が今日払います。いつもは軍曹が出してくれるけどね、それのお返しということで今日は全部私が5000円しか今財布の中ないけどね5000円で足りるかなみたいな。どんだけ時間かかってんの、私の話それ。運送嫌いな顔落ちるってさ、それを言う必要もないよね。ね、それもね、言う必要もないよね、そういうのね。ぶっちゃけ店員だからさ、やっぱ気になっちゃって見ちゃうんでしょ。今日どこ行くかも言ってないし、意外と潜って見ちゃうんじゃない、気になってそういうもんでしょ、やっぱり嫌いイコール好きだからね。気になっちゃうのやっぱどうやって整えるかね。これはもうカットしかないよね、あとはね。どうやってセットしたらいいんだろう、ほんと。難しいわ、ショートヘア。美容室じゃなくて、リスナーさんが切ってくれたの。プロだけどね。
途中までは私が切ったけど、あとはあのプロのリスナーさんがね直してくれた。もういいんじゃねこれで、もういいんじゃない。あと前髪作れば完了でしょ。ねえ、痩せて見える。ほんと、なんだね、顔が出てるからじゃない、隠れてない。熱々、熱い、やばい、前髪がこんな、どうしたらいいこれ、こういう状態になっちゃってんだけど。濡らした方がいい？オイルオッケー？あ、スプレーがあるんだ、この間の水の残り。何の音？こうね。オフに濡らせばいいね。ダメじゃん。焦げる？あ、ドライヤーをしなきゃいけないの？一回濡らしてドライヤーね。根元からドライヤーをすればいいんだ。オッケーオッケごめんごめん、どう？ちょっとやっぱアイロンした方がいいかな、またね。ちょっとボサボサだね。あとアイロンね、ちょっとね、調整みたいな。また浮いちゃった。ちょっと、内巻きにした方がいい。毛先だけ？先だけね。これでいいか。これどう？オッケー。
で、オイルつけるか、フィニッシュオイルに、フィニッシュオイル。でも、ズラ感満載だよね、ほんとね。なんでこのズラ感がすごい出んだの。グンソ眠そう。最近あれよね。昨日も眠そうだったね。やっぱね、その辺もちょっと聞くんだけど、今日ね。なんか怪しいよね、最近ね。最近なんかグンちゃん怪しいわね。女できたんじゃないの？うん、いいんじゃない。耳にかける、どっちがいい。片耳だけ、片一方だけ、こうごとかけない方がいいでしょ。いや、かけない方がいい、絶対。顔出しちゃうと、いや、めっちゃ綺麗。リアルビジョンすごいわ。めっちゃ綺麗今日私。何これ。いや、めっちゃ綺麗よ、マジ。いやー、今日ね、あの目もね、そんなに、なんつうの、描いてるの全然薄いの、ほら。アイラインも引いてないし、マスカラだけ。うん。全然薄いですね、今日は。ねえ、自然な感じでいいでしょ、自然な感じで。で、洋服もね、今日ね、新調したやつがあるんでね。お洋服、新作が、新作のお洋服着まーす。新作ね、ごめんね。新作の黒いね、黒いドレスがあるんで、これね、これ、これを着ていきます。これね、でも今日あったかい、まあ、車で移動だしね、全然大丈夫だと思う。今日20度ぐらいでまたね、気温上がるみたいなんで、これで大丈夫だね。まあ、ドレッシーな感じでね。どうやって着るんだ、これ忘れちゃった。着方は。こうだ。こうだね。よし。
よいしょ。オッケー。どうでしょうか。ヌーブラないんでそのまんまでいきます。どう？デートっぽいしょ。落ちます。いや乳首ね、だからし、あーまた危ない、闇の勢力に騙されるとこだった。いいかいいか、大丈夫大丈夫、これ大丈夫な、本当に大丈夫なんでね、これ大丈夫よ。アクセサリーはつけるか、待っててちょっと待ってて。まあほぼあの車、こっから車で移動するんでね、大丈夫ですよ。ブラをつけないの軍曹を誘うつもり。いやいや、そういう意味じゃない、そういうあれじゃなくて、でそういうあれはないんだけど、あなたはだんだから言えないんだって、強度のプランはね。ちょっと待って言いたくて、なぜキュウリとかじゃなくて言えないの。ちょっとね、みんな、あーって、後で納得できるか続いたときに、あー、そう、いやーってね。わかる？後でわかるか、全部ね。それまでちょっと待って、うわーみたいな。そう、やっぱ、奈々ちゃんそうだったのね、みたいな。わーみたいな。あちゃばくあれやろ、ドンピー、ジャシ。じゃ、わかるから、ほんとに。パチンコ配信じゃん、デート配信だ。だ普段ね、絶対配信できない場所が今回ね、特別にね、やらせていただけるということで、もう全面バックアップって、今日は体制ってことでね。担当者の方もね、今日見てるんでね、今この私の準備してるのね、今チェックしてんね、その担当の方もね、首に絆創膏を貼ってくれば分かったよ。やっぱやめる。大丈夫だかな。見てれば分かりますってね。チェック運送もそう煽ってくるけど、見てれば分かります。見てれば。あーって、奈々ちゃん、あーやっぱりね、そうなったんだみたいな。ふんみたいな。あ、そういうことねーみたいな。そうなの、だからか、だからブラつけてないんだねっていうね。で、軍曹も知らないから、今日のプランはね、一部しか知らない、一部。そう、そこまでつながるのよ、不思議とね。こっちの方がいいかな。
首輪みたいになっちゃうんだよねこれつけるとね。星野純子みたいになっちゃう。純子星野って感じだよな。あえてのね、あえてのこれとかどうかしらね、これね、あえてのどう？かわいいし、お茶目すぎ。あ、酔い止めはね、いらない。大丈夫、大丈夫。そんなに、移動しないんで、30分ぐらい車。1時間ぐらいね、かかるんでね、1時間ぐらいね。この格好で外、もちろんお家からは配置してるけど、デートだ、お外デートだ、あ、酔い止め買ってきてくれる？それよりもね、胃薬を買ってきてもらいたいな。これから相当食うんでね、これから相当食いまくるんでね、今日は今までで一番食う配信になると思うんでね。だから軍曹の力を借りたかったね。一人じゃ無理なんでね、あの量を食うのは。もうさ、なんかめんどくさいから軍曹枠でやろうかな。なんかもう足疲れちゃった。軍曹でお任せしよう。なんで結局ここで一回切れるしさ、外出るときにね。どっちからまとめた方がいいかな。私は、なんか軍曹の方が面白いし、取り方。あんまり最近外配信下手くそだからさ。ご自由に。だって軍曹だって配信できないじゃん、今日さ、私と一緒にいたんねん。私は今もう、6、7、1時間半もやってんだからさ。いや、軍曹はね、外配信うまいよ、撮り方、カメラの撮り方めちゃくちゃうまいよ。しかもコラボの時とかね、誰かと一緒にいる時とかね、結構ね、上手。あんたがお金出すかな、あんたが稼がないとって、いや、あっちに出してもらおうかな、じゃん。あっちに出してもらっちゃおうかな。いや、軍曹まだ早いね。まあいいや、もう。ちょっと待って。ちょっとね、早すぎ。もっと待って。ちょっと早すぎよね。待ってね。早すぎ早すぎ。上はね、着なくても今日は あったかいよ。今日はあったかいんで、全然大丈夫ですよ。いや、寒くない。暑い。だって今日19度なんだよ。昨日と一緒だよ。昨日と。もうね、ゴミはね、回収されちゃった。
じゃあ上着だけ持ってく？車ならいらないと思うけどね。あと履いてる履いてる、これいいね、合うよね。ちょっと冬っぽいけど季節感なさすぎと確かに冬とね夏が一緒に来ちゃったみたいな一気に来ちゃったみたいな、秋とね春はどっか行っちゃったみたいな。どこに行っちゃったんだろうねみたいな。上着ね、薄いやつ私持ってないんだよ今。ちょっと羽織るものとかさ、ストールはあるけどストールは冬用だしね。カズグンソ迷子でどこ曲がれ、またこないだも迷子になってなかったん。もううちに2、3回ぐらい来たことあんのにさ。いや、カバンこれでいいよ、ちょうどいいじゃん。あんまりね、おっきいの持ちたくないんで、今日外配信だから。邪魔になるんで、大きいと。いや、黒黒でいいでしょ、黒黒で。いや、お線香はいらないっすね。軍曹迷子中？その場所がわかんない、どこにいんの？わかんない、わかんないな、これどこだろう。外が映ってない、全然ね全然映ってないね。何時までお出ると、今日は時間的には短いかもしんない。時間的にはそんな長時間じゃない。あっち着いたらまあ、あっちで。あ、ドンキ？ドンキからね、まっすぐで、橋、あの、第三系、246のとこ入ってくんのよ。相模んとこ。目の前にはいないっしょ？待って待って待って、11時だよ、11時。あ、20分も早いよ。あと5分ぐらい着く。45分に到着ね。どこやった？あら、1個しかないかな。
バンちっちゃいこっちにしようかな、やっぱ大きい方がいいな、やっぱこっちに変更。ねえ、やっぱ三脚とか持ってかなきゃいけないんじゃない？降りてくんの11で行って、え、でも来ちゃうんでしょ？ちょっと待って、ちょっとどこに物入れたか忘れちゃったよ。あ、ここだ。ティッシュでしょ。ちょ、モバイルバッテリーがね1個ないんだよ。さっきまであったのに。ここに1個あるでしょ。あ、あった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 、2個あった。2個の、ちょっと待ってね。赤のバッグ、赤のバッグの方がいいんじゃない？黒でいい？黒でいいよね。これが一番慣れてるもんなってね。あ、そうだ、これも持ってかないと。あ、来た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 、痛い痛い、来ちゃった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 。ちょっと待って、早いな本当に。来ちゃったよ、ぐんちゃん目の前に。ちょっと待ってね。だね。ちょっと待ってよ。なんか違うな、いつもと違うな。暑い。ちょっと待って、なーちゃんの方で配信してほしいっつってる。首はしょうがでだから車だから大丈夫だよ。何回も言うけどね、車だから大丈夫。先生、葬式、あ、ちょっと待って、葬式でもなんでもないんだ。ちょっと待って、おいしょ、くるりんちょ。いや、この位置でいいや、この、こうね、ちょっと待って。
いは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 い、オッケーね。あん、もう11時に降りてくればいい？いや、降りるよ、もうじゃん。降りる。降りればいいんでしょ、もう。ちょっと。待って、これ、ふきふきしないとダメだ、これ、油が。トイレはね、あとでちょっとね、お金も下ろさなきゃいけないかな。そう、えい、なんか疲れたな。なんか疲れた。バタバタね。余裕持って組んだんだけどね、今日ね。なんかバタバタだもん。あ、でもさ、ぐんちゃんと一緒にサムネ撮りたいな。ちょっと上一回上がってきてもらおうかな。大きに。ねえ、2人のサムネが欲しい。ちょっと上上がってきて、上。車で撮れ？いや、こっちの方がね、今照明が足りてるから、ちょっと待ってて。すごい感じ撮れんの。見て、ほら。ほら。ね。あ、いいや。やっぱ来なくていいや。ちょっと下降りてくわ。じゃあ、一回切って下降りればいいんでしょ？あ、じゃあ、グースグース。待って、何？上がってこなくていいかな。切っちゃったの。いや、切らなくていいかな。上がってくんの。ちょっと待って、お家片さないで。ちょっとシコシコティッシュとか。オッケーオッケーオッケー。よし、隠した隠して、いろいろね、パンツとか。一応ね、私もレディーなんでね、レディーの片割れなんで、一応ね。え、なんで上上がってくんの？下降りれやよくない？私私が言ったの上がってこっちね。ちょっと待って、ちょっと大変な、攻撃されてる、攻撃攻撃されてるわ。私があれつ、とりあえず上がんなくていいんだな。ねえ、上がるやつはある？ごめん、1万人いっちゃうのこれね、怖いんだけど。ちょっ、いいよ、軍曹。203とかさ、部屋番出さないのよ、部屋番。じゃ、このまま、じゃ、この、
このまんま行こうかしら、私ね。置きっぱなしでみんな。ね、二重だけ、言う。どうぞ。グーンソー怒ってんだけど、なんか顔。ね、皆さん、グーンソーめっちゃ顔怒ってる。イラついてるわ。めっちゃイラついてる。鳩にもう疲れちゃって、いつも疲れんで、私たち待ち合わせすると。待ち合わせするとね。あ、来た来た。はい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 。なんで無理だったんだ。4立てちょっとなんだじゃん。4ないよ。4ないよ。4ないよ。ちょっと待って。4ね、俺どうする。外で待ってるから、ここで。どうする？あ、そうね。私が。よっしゃ。臭くない部屋だから。何臭いって。臭くないよ。臭くないよ。ちょっと上がって、ちょっと。いや、ちょっと待って。何気のせいで。何気のせいって。臭くない。どうする？ね、まだね、早いんで、ぶっちゃけ。ね、でも、なんだって、1時だったんだっけ、その現地に。あ、そうなの、そうそうそう。で、だからさ、ね、1時だもんね、ほら、うん、あれだからさ、うんうん、ね、あそこだからね、時間がってことで、ね、そう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 。ちょっと早いんだよね。どうしようかね。どうしよう。近いもんね、言うて、まあ、その。まあいいよ、ね、ちょっと早くてもいいけど、人が多いってことだよね、多分。うんうん、時間だけずらしてくれってことだ。そう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 、メイン時間があるからね。はい、1万人来ました。ありがとうございます。はい、切り替えます。よし。あー、そっか、車パソコン配信なんだ。はい、オッケーっす。携帯にちょっとサムネ登場いい。並んじゃって、サムネ。サムネおいっす。はい、行きましょう。あ、ごめん、これ消さないけど、誰も押さないね。2人で PS して何やってんのよ。ちょっと始まってないんだけど、これこっからさ、1000人ぐらいになっちゃって受ける。じゃあ行きますね、この後ね、ドライブで。はい、待って、これ一回消す。それがじゃあ、あ、そうなんですよ。これで消して、じゃあ、そうですよ、うん、ごめんね。はい、消えた。いや、まだ、ちょっと待って、せーの、切り替えます。はい、